国際学院中学校、高等学校は埼玉県北足立郡稲城小室にある中高一貫制の私立中学校、高等学校。設置者は学校法人国際学院。国際学院中学校、高等学校は1988年に国際学院稲高等専修学校として設置された高等専修学校は 修行年限3年の全日制高等過程を持ち、食品流通工学科、国際情報経営科、社会体育科の各学科を有していた。1998年に高等学校を設立し、2013年には中学校が開校し中高一貫校となった、併設型中高一貫校であり、中学校から入学した内部進学の生徒が高等学校に進学する際、 高等学校から入学してくる外部進学の生徒とクラス編成を別とし、打ち進む生は高校卒業まで、外進生とは別のクラスで授業を受ける。ユネスコスクールに指定されており、国際連合教育科学文化機関の理念を達成するため持続発展教育に取り組んでいる。人間尊重の精神を養い、自他を愛し、礼儀と、節度、規律と責任を重んずる人間の育成。 個性を伸長させ、基礎的、専門的な学力を養い、創造力豊かな人間の育成、善意と協力の精神を養い、健康で活力に満ちた人間の育成、21世紀知識基盤社会、国際社会に通用する人格の形成と、学習力の育成、教育方針、礼を尽くし、場を清め、時を守る教育目標、未来を作る。 グローバルリーダーの育成国際学院中学校、高等学校は1988年に国際学院稲高等専修学校として設置された。高等専修学校は修行年限3年の全日制高等課程を持ち、食品流通工学科、国際情報経営科、社会体育科の各学科を有していた。1998年に高等学校を設立し、 全日制家庭総合学科を設置、その4年後に通信制家程を設置した。2010年に埼玉県内の高等学校として初めてユネスコスクールに認定された。2013年には中学校が開校しながらか一貫校となり、開校に伴い高等学校に普通科の課程が設置される。学園祭はご法祭と呼ばれ、毎年9月に2日間の日程で開催される。 各団体による展示や模擬展、バザーなどが模様される。アドバンスコースと中高一貫生は一部授業を除き、一緒に授業を受けている。ありがとうございます。